西武101系251編成が公種輸送されました。JR 貨物は、今日10日、西武101系251編成を、武蔵境から新秋津へ公種輸送しました。西武多摩川線は、武蔵境駅とコレマサ駅を結ぶ 8km の路線です。小手差車両基地に所属している101系によって運行されています。現在は、同じ仕様の車両が狭山線でも運用しており、それぞれの車両の交換が、年に4回程度行われます。西武多摩川線は、他の西武線とは直接線路がつながっていません。このため、JR 線を介して、JR 貨物による公種輸送によって、車両の交換が行われます。今年3回目となる車両の交換が、今月9日、10日の2日間にわたり実施されました。今回は、245編成が西武多摩川線へ送り込まれています。これの入れ替わりで、今日10日は、近江鉄道海風号カラーである251編成が公種輸送されました。武蔵境駅から、八王子駅経由で新秋津駅まで公種輸送されます。後進職である、新鶴見機関区所属の EF65 型2065機による牽引となりました。これで、9月10日の KAB ニュースを終わります。